あ、どうも。あ、どうも。いやね、7月もね、半ば過ぎちゃって寂しいね。もうそろそろ熊谷で内山祭りですよ。そうだね、まだ、あ、もう夏至を過ぎてたらもうただの人だね。ただの人なんだね。なんだか盛り下がって虫っぽいね、なんか盛り下がってくるよ、ね。うん、ね、夏とともに死んでいく、だからもうね、昆虫だね。もう夏も来ちゃえばさ、もうダメなんだよね。こともほら、先週話しかけてやめた戦国時代の話しようですよ。戦国時代って、なんで戦国時代好きになったんだっけ。忘れちゃったの。なんか燃えてたよね、何週間か前ね。何週間だよ、お前が燃えてたの。3日間だよ。それでな、いつだっけ。まず、あの高円寺ハイのライブが終わった後に、まあ、軽く打ち上げしますかっつって、で打ち上げしてたんだ、そしたら小田君がいきなり、俺最近戦国時代にハマってんだよねっていきなり言い出したの。うん、ってみんながなって、戦国自衛隊から来てるって言ったんだよ。いや違う違う、なんで俺その戦国時代をさ、あの時あんな熱かったんだなと思って。あ、もう一つは丹下左膳見たの。あ、そうだ、丹下左膳だ。そう、丹下左膳、今の丹下左膳見て、でおって思って、それたまたま次の日に本物とかオリジナルの丹下左膳を見たら、こう縦 の、あの回しぶりっていうか、あれがもうすごいブルース・リーのヌンチャクみたいにかっこよくて、あれはダンスだって言って、小樽君が、そうだ、でそれであれいつもの話だろうってなったんだよね。そう、いつもの話だろうって話になって、でそこから戦国時代、じゃあまず先じゃ江戸時代なんじゃないとか言って、左膳が、で、オリ君がほら、切り捨てごめんとかあったからねとか言ってたじゃん。そうそうそう。で、オリ君が切り捨てごめんがあったからねって言って。それでさ。で、小田君が、超いい加減に、あ、そうかって言って、それであの、江戸時代の居酒屋の親父たちは、あんなブルってたんだって。そうそうそう。おかんがぬるいって言って、切り捨てごめんって言って、おかんがぬるいだけで殺されるとか言って。そう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 。で、あげく小田君がさ、戦国時代が、江戸時代の末期だと思ってた。だから江戸260年かなんかあるうちの、そう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 、そう、その江戸時代っていう中の一番後ろの、もう明治にもう入れ替わるその手前の、もう何年間も戦国時代ってことだと思ってて、だから明治に入ってからもう絶対キリストゲームごめんは残ってたって。初期はね。そう、初期は5、6年残ってて、みんな近代化されたんだけど、田舎の方じゃキリストごめんって言うから、居酒屋の親父が震えてたって話したんじゃん。だってさ、なんでかね、トム・クルーズとさ、真田広之のラストサムライ。ああ、はいはい。あれとかだとなんかキリストごめんみたいなムードじゃん。そうそう、だからさ、それで、小太郎くんが戦国自衛隊の話を持ち出して、一番だからその戦国時代ってすげえなと思ったのは、戦国自衛隊がほらタイムスリップしたね。自衛隊ごとタイムスリップするでしょ、戦国時代。戦国時代にね。で、まあ向こうでいろいろその光景を目の当たりするわけだよ。そうだよ。で、その中一人がさ、川だったかな、刺されちゃうんだよね、ピシッって刺されるんだ。それ刺したのはまあゲスト出演の薬師丸ひろ子なのよ。子供なんだよ。子供なんだ。子供だ。役柄も子供よ。で、刺した時に、刺されたその男は、自衛隊がね、自衛隊が、まだ子供じゃないかって驚くわけだよ。驚くわけだ。まさか子供に刺されると思わないから、まだ子供じゃないかって、もう死ぬすでに、戦国時代って知らない。それで戦国時代の恐ろしさを知るでしょ。そう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 。戦国時代って言ってね、バタッて倒れてるの。でまたそこから話がさ、その薬師丸ひろ子がほら、公約みたいな感じで出てて、刺すから、これはキューブリックのフルメタルジャケットにのスナイパーに影響を与えたぐらい名作だった話になって、キューブリック盗作疑惑とか言ってなわけねえなって言ってさ、でそれがあって結局その高円寺の夜は孝太郎君は江戸時代の末期が戦国時代だっていうことで夜が明けるんですよ。だって260年ぐらいあるんだよ。知ってるよ、その時もずっと言ってたのは。だって260年あったらさ、まあ何かあるよね。今俺らこんだけ来たってまだ50年とかじゃん。そうだよ。ねえ、これあと5回分あるんだよ。そうだよ。すぐ、世の中変わりすぎるでしょ、そりゃ。まあ俺たち50年来たって激動だもんね、今ね。ね。コンピューターでしょ今。そうだよ。50年前思い出してよ、ソロバンがまだ下が焦げたの時代を。本当だよ。こんな時代になるとは思わないんだのが5回分だよ。なるほど。ということはやっぱりその江戸時代の中に戦国時代がインクルーズされてても、いや、されてると思ったんだよな。なるほど。
で俺もあんまその歴史とかさ、俺理系のやつとかあんま分かんなくて、うん、で小太郎くんのもう話聞いててさ、これうちほら寿司屋さんやってたから、あの、おじいちゃんの頃に、そういえば刀とかいっぱいあったんだよ、小太郎くんなんつってね。そうよ。うちの親父が裏で竹やぶで、こう竹切ってすげえ切れたらしいよ、とかって言ってたら、やっぱりそうだよ、加藤くんって言って、やっぱり江戸時代の後ろが戦国時代で明治まで引きずってるよ、って。次の日ギターショー行ったんで、二人で。あ、行った行った。で、ギターショーの待ち合い室で、小田君が、さらに戦国時代を調べたくなって、一気に行ったんだよ。ああ、うん、一気に行ったら、加藤君、戦国時代って全然前じゃんって言ったんだよ。江戸時代より前じゃんって話になって、なんだみたいな感じになって、そこから小田君いきなり戦国時代に熱を冷めちゃったね。あずちも前じゃん、戦国時代なんだ。そっか、うん、女の子もなんかさ、うん、教えとかされて、おそろさんやめてとか言うじゃん、言ってんじゃん、うん、あの戦国時代とか全部じゃあある意味さ、あの時オリ君がさ、切り捨てごめんって言わなかったら俺たちブレなかったんだね。そうだよ、あの一言でさ、ということはってなったら、ということはあれ待てよって感じになるね。これ戦国時代の言葉なの、うん、キャッチフレーズなのってことになって、じゃあ江戸時代じゃねって話になって、江戸時代の末期ってことなんだね。じゃあ丹下座伝とかあれまだ安土桃山の話なの、江戸時代だよね、うん、そうだよ。でも暴れてたよね、暴れまくりだよって殺しまくってんだもん。だってじゃあ戦国時代どんだけ殺してたんかってことだよね。子供が殺すぐらいだからなるほどね。それが薬師丸ひろ子が殺すぐらいだからそりゃ戦国時代だね。この詳しいやついいんだろうな。いや飲みたいなそいつとだからさ、自分で読む本とか読むとめんどくさいからさ、多分ね、八木橋の宮地さんとかすっごい詳しいと思う。ああそうだね、うん、しかもあいつ刀の名前とか知ってそうだよ。ああそう、うん、絶対戦国時代を学ぶ会欲しいな。学ぶ会ね、フェイスブックのコーナーを作るよ、戦国時代の会って。いやだよ、めんどくさい。すごいのやってくるよ。読むのめんどくさいの聞きたいんだよ。聞きたいのか、聞きたいんだよ。レクチャーされたよね、うん、いやすごかったよ。あと江戸時代もちょっと追求したいな。なんか急にそういうモード入ったね、小太郎くんな。マニアックだからね、ねが俺何でも濃厚って言葉に弱いから濃厚で弱いから何でも何でもマジでジムで牛乳買う時もついつい濃厚濃厚牛乳何それ。子供の頃から、いやここ30超えたからね。普通あっさりしてる方向に行くけどね。何でもあっさりすぎだからさ、うん、濃厚が好きなんだよね。それで鼻の油いつも取らなきゃいけない羽目になってるんじゃないの、いつも。いやそれはいつも乾燥していたいからなんで。あ、肌を乾燥させておきたい、ドライ、うん、すごく良くないらしいんだけどね。ああそうだろうね、うん、やっぱ潤い成分が多少ないとね、すごく良くないって言われるんだけど、うん、さっぱりしたいんだよね。なるほど、わかる。体もつまりトニックシャンプーと一緒ってことでしょ。全くそうだね。ね、うん、あ、思い出した、小太郎くん、小太郎くんさ、小さい時さ、うん、歯磨き粉さ、うん、タバコライオンってなかった？あった。しかも粉。あった。あれめちゃめちゃさ、うん、磨けんのかな？タバコライオンってあったね。あったよね。うちも親父がタバコ。ザクトのこと？うん。どう思う？唇のローリングストーンズみたいなマークの、うん？違うんじゃない？タバコライオンだよ。しかもさ、うん、粉末。そりゃ覚えた。使ってなかったもんね。子供使ってなかった、うん、親父にタバコ吸わなかった。そうね。あ、そうなんだ。塩のやつあったじゃん。あー、ザルス。しょっぱーってやつ。うん。あんなのより全然前だよ。長っぽそい四角のケースに入ってる、うん、だって俺、ストラディカスタのタバコブラウン見た時にタバコ、タバコのサバソー。サバソー。思い出した。それ全然違うから、あのタバコサバソー、うん。茶色いじゃん、ただの。うんうん、それ、親父がタバコ吸うから、うん、タバコライオンが必ずあったんだよ。うん、それで子供だからさ面白がってさ、あの粉なんだよ、小麦粉みたいな、やだな、あつけてガーッと磨いて、あれで歯悪くしたんじゃないかなと思って。だって昔の研磨剤とか入ってんじゃない、あれ。研磨剤じゃないんだよ。でしょ、当たり前だよ。タバコライオンっつったらさ、ヤニ落とすんだから、研磨だよ、研磨だよね。ネバダル級ですよ。ネバダルって誰も分かんないから、まず、うん、この金属磨きだからね、うん、アメリカの。いやだからね、うん、あれもね、爽快な味したんだよ。
そうだよね。今なんかさ、赤フレッシュ以降おしゃれじゃん、なんかいろんな色。そう、出てきてね。嫌いなんだよ。俺憧れたよ、でも。あれ憧れてんの？憧れた。今は違うでしょ？今は全然憧れないよ。今こうだらけ、タバコライオン使ってよ。売ってんの？売ってんじゃない。やだよ、ね、研磨剤。これ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 。これ、小田君、これ。これね、うん。あったあった。あったでしょ？あった。四角いやつ。俺親父のあのタバコライオンで歯磨いてたから、うん、あの虫歯になったんじゃないかな。なったなったよね。あのエナメル質をね悪くした。だよね、子供の優しいエナメル質をね、うん、いやヤニだってないもん。ヤニ取るっつったらすごい茶渋取るみたいなもんでしょ。茶渋がいいんじゃない。うん、茶渋は取れない。茶渋取れないよ。なんであんな取れないの。茶渋よりしつこいやつ見たことないよね。俺ね、うん、茶渋とか取ろうと思ってさ、たまにさ、うんうん、本当に燃える気になる時あるでしょ。あるんだけど取れない。取れないよね。でもまたいつの間につくんだろうな、茶渋って。なんだよ、大事にしてるマグカップにさ、マグカップの底にさ、ブラウンでね。そうなんだよね。茶渋塗装あったら相当さ、取れないよ。茶渋取れない。だからそういうさ、茶渋並みのさ、ヤニ取るんだもん、そりゃすごいよ。研磨だよ。茶渋取れるのなんで編み出されないんだろう。だから相当すごいじゃん、茶渋って。取れないんだよね。取れないんだよ。おかしいよ、服について取れないのが分かるけどさ、食器でさ。食器だよ、これ陶器だよ。陶器で取れないっつうんだから。陶器に張り付く方も張り付く方だよね。ウコンもすごいよね。何、ウコンくっつくの。ウコン半端じゃないよ。で黄色なの。真っ黄色だよ、陶器に。あのペットボトルとかも。あ、本当だ、うん、何で知ってんそれ。で、あの知り合いの居酒屋でウコンサワーとかのさ、うん、用のウコンのペットボトルとかすごい。ああ、でも中に入ってるやつ、うん、あ、カスみたいなのたまんだ。だからカレーもよくなってるじゃん、歯に。ああ、いるいるいる、ターメリックだっけ。あ、そう、うん、危険ですよ。真っ黄色になっちゃうねこれ。真っ黄色だよ、やばいなこれ。キャバクラよ。タバコライオン売ってないよ、もう。売ってるよ、今売ってるって。調べてくれたの、森さん。あれ、その昔の映像じゃないの。違う違う違う、今売ってるんだけど、使ってる今日から。タバコライオン、なんでこんなのかっこいいよ。俺タバコライオンなんだよなって言ってみな。いや、やだよ。フラカンとかビビるから。そう、フラカンビビるよ絶対。タバコライオンなんですかみたいな。フラカンビビらしてもしょうがないから。確かにね。タバコライオンで、いや、孝太郎としてはタバコライオンでゲラン GTO に乗ってほしいな。確かにね。うん、でもみんなタバコ吸わなくなってね。でもまたなんか、でも女の子とかすごい吸ってんじゃん。吸ったらいいよ今最近。頭きてもらうの。いや、頭きてするようなもんじゃないから。俺はアンチテーズで吸ってるからね。ああ、そうなんだ、うん、アンチのこう態度を示してんだ。もちろん世の中に70年代の挑発と一緒だよ。ちっちゃいね。ちっちゃい反抗だねこれ。この前歯の軽いオペするとき、小田君相当緊張してたらしいじゃん。緊張するよ、だって。もう笑っちゃったよ。強気な小太郎さんがもう全然緊張しちゃってるって、うん、緊張っていうかさ、うん、これから先の3週間ぐらい思うとさ、うん、憂鬱になっちゃって。ああ、腫れるから。腫れるし、うん、なんか噛めないでしょ一切。まだ噛めないの。2週間経ってんの。ああ、そっか、まあ、結構時間かかんだよね。今日外すんだよ、この後。ああ、そうなの、うん、しかも溶ける糸使ってんだよ俺。ケージコロンも。ケージコロンもいっぱいあったね。俺溶ける糸相当好きだったよ。溶ける糸のあれ出てるやつって、あいつあれ、あのスポックくんだよ。スポックだよね。だよ今分かったの。もう分かった、スポックだよ。そうだよね、あいついいね。この前さ、歯医者の女性の人から言われたよ、孝太郎さんの、うん、そういう冗談だか真面目だか分かんないと、これどう返していいか分かんないんですよって。で、これがね、うん、どうしたのって聞いたら、うん、いや、この前、孝太郎さんが、診察台に座った途端に、ゴキブリって言ったんですよって。だから、ゴキブリって言うから、もうゴキブリが出たんだと思って、もう、って、私探したんですよって。その後孝太郎さん一言も喋ってくれないですよね。何なのそれ、何なの、ギャグなの。そうなんね。でもゴキブリって言ったんでしょ。それ事実なんでしょ。言ったね。何さ、あ、ゴキブリさん、あ、ゴキブリだって言ったんだよ。いないのに。いないのに。うん、そしたら
はぁって言って、おぉ、そこ治るよね、はぁってね。俺さ、なんかさ、うん、エレベーターとかさ、例えば、何どこのビルでもいいんだけど、うんうん、まあ、7、8人乗ってんじゃん。うん、乗ってる。で、妙にシーンとしてるからさ、ね、そういう時に、ふぅとか言うタイプなんだよ。別に言わなくてもいいじゃん。言うタイプなのよ。てか何、言いたくなっちゃうの、ね、言いたくなっちゃうの。なっちゃうんだ。そう。わざとカーッとさ、なるほど、なるほど。何でもいいからそういう音を発したくなるの、ね。やっちゃうタイプなのよ。昔から。そうか。じゃあまあ、座って、うん、もうシーンとして その沈黙を破りたくて、あ、ゴキブリって。いや、沈黙が怖いんだよね。なるほどね。沈黙が怖いから、なんかこう、じゃあこれ取り調べの時絶対ダメだね。ダメだね。ね。あーとか絶対言っちゃうね。それが喋り続けるね。喋り続ける全部あることないこと、ないことそうなんだ。そうそう、加藤さん、小太郎さん、初めまして。どうも。ピローズ主催のライブを機会に極悪ポッドキャストにハマってしまった29歳、会社員、ペンネームオリコと申します。オリコ、オリコ、はいはいはい。自転車通勤中に拝聴しております、はい。時折笑っちゃったり吹き出してしまったりするんで、うん、きっと怪しまれていることと思いますが、池袋岡田で24時はやめられません、うん。さて、ベンベスタイルを貫くことを考えていた私ですが、お二人にお礼を言いたくてメールした次第です、うん。つい先週のことです。仕事中に右の奥歯に腫れているような違和感を感じ、うん、取り急ぎ近くの歯医者へ駆け込みました、うん。予約の対応してくれたおばちゃんは、うん、ちょっとたどたどしい口調で受け付けてくれました、うん。そのせいで少し不安な気持ちになりましたが、うん、無事に診察を終えました、うん。診察結果は親知らずが3本生えており、うん、内1本が虫歯、うん、隣の歯の神経をグイグイ押しているとのこと。ハタ君スタイルだね。ハタ君スタイルなんだこれ。ハタ君、ハタ君の症状。ハタ君はまさにハタ症状。これは症状。うちのローディーのいろんなスタイルあんだね、虫歯にも。歯の業界ではよくあることですが、うん、私にはそれほど歯を削った経験もなく、恐ろしさに今からそっとしそうです、うん。仕事先の人に削るとき痛いですよねと聞くと、うん、削るというより掘るんだよねとのこと。削るというより掘る、うん、もうやってられません。あのゴリゴリと歯を削る感触はよろしくありません。観光だねもうこれ。確かに。しかし過去のアーカイブ、菅本池袋のアイドルの巻でおっしゃっていたと思いますが、うん、小太郎さんは麻酔大好きでおかわりしちゃっていたじゃないですか。そうそう、おかわりおかわり。私は麻酔を使った記憶はありません、うん。ここはポジティブに考えを改め、麻酔が好きになれれば小太郎さんに落ち着きになれた気持ちになれる気がします。明日はついに治療の日です。うわー、来た。ドキドキですが初麻酔を楽しみに乗り切ります、うん。残りの2本も頑張れる気がします。新規はサンセットかクワトロのライブどちらかにアズベ T シャツで参戦したいと思っています、歯をしっかり直して参戦したい。一度ビザルメンのライブ行ってみたいです、はい。これからも楽しみにしています、はい。なるほどね。みんな歯で苦労してるね。歯はね、なんでこうね。付き合えばってなるしね。まあね。そういうのもありますよね。これテレビでやっててさ、なんか女の子が3人ぐらい付けてたんだけど、うん、まあ言っちゃうけど誰も似合わなかったね。まあでもあれが。こうさ、可愛いってされたのってやっぱ60年代だよね、小田君ね。可愛いの？だからそういうさ、ちょチャームポイントとされてさ、こう、なんていうの、そう、うん、エクボと一緒でさ。エクボ可愛いの？いや、可愛くないけど、だからそういうチャームポイントのなんかこう特徴だよ、特徴、ね、特徴と一つとしてよ。やえば、俺もやえばだったけど、嫌だったよ。引っかかんの？引っかかってもうね、うん、もう48年生きてきたから削れちゃっってるけどね、うん、尖ってる時はね俺はそうだよ。なるほどね。海岸だってもう海の岩と一緒だよ。一緒だよ。もう削れちゃった、削れちゃったんだよ。でこの間歯医者行った時に、随分弱いね。弱いよ、うん。この歯医者行った時に、うん、ついでに少し丸めてくれって丸めてもらったんだから。あ、そうそう、先の方。じゃあなんでまだ削れてないなに、若い頃どうだったの、やっぱ引っかかっちゃうの。引っかかんないけど、なんか目立つじゃん、うん、目立つよね、うん、やったんだよね。でも必ず芸能人だってさ、その刃があってさ、それを特徴として売ってた人たちだっていたよ、60年代。石野真子とね、池野朋美しか知らないよ俺。そう、小柳ルミ子ってそうだよ。小柳ルミ子さんのはさ、ちょっとなんか俺、うん、違うんだよね。あれ、暴れまだに自治安ポイントではない。刃っていうか、あれ、なんか、吸血鬼っぽい。なるほど。もっと違う目的があるよ、今。なんかさ。ああ、もっと狂気なんだ。狂気。ああ。それで、石の膜は歯並びが悪いように見えるでしょ。なるほどね。
まあ、最近みんなでもね結局そう抜いちゃうよね抜いちゃうじゃん、ね、だってそれだっておかしいもんっていうか、うん、その別に評価するポイントじゃないもんだから、まあ、特に日本人だけだよね、うん、きっとね外国の人とかって絶対いないもんね絶対ありえないでしょ、うん、だから、まあ、別にどうでもいいんだけどそれわざわざ付き合えばするってのは分からんのよ私はだって俺さあのこうだからあれがあったんだよ最近あのつけ金歯それはなんかヒップホップとかヒップホップから来たの、うん、分かるよあれかっこいいと思った親戚のおじちゃんだよ小さい時のそうでしょ、うん、だからそれを知らないからできんだよあれをね小田君、うん、俺の大好きだったブラーのデーモンがやったんだよデーモンも知らなくてできたんだよいやひっくり返ったね、うん、俺だってさだからどうしても成り気に見えるもんね成り気っていうかとにかく親戚のおばちゃんなんだよだって銀歯より金歯の方が高いんだよこの感覚がもう笑っちゃう笑っちゃうよね総金馬とかいなかったのかいたよ当時いたでしょいたおばあちゃんとかハキラキランとか言ってさそうしかもね俺思い出した俺八木橋でバイトしたことあるの19歳の時、うん、その時にそのもうすごいおばちゃんがフライドポテトかけてんだよ、うん、そのおばちゃんが総金馬で名字が金さんだったの俺死ぬほど笑ったのよ、うんうん、でも金の方が味がしないからいいんだよ、うんなんかいいらしいね金は味しないから、うん、でなんかこう歯に一番優しいんでしょそうそうそうでそれのとこへばってたよずっと、うん、でもやだよねやだったすごいピッカピカ今でもあんのかな金歯ってどうなんだろうねあの黒人の人のヒップホップ系から来たのって、ね、どうやってつけてんだろうね知らんこうカチャって入れられるのかなカチャってやったらさ、うん、高さが合わないじゃん貼ってるのかもな薄い金をお歯黒じゃないんだいやでもそういうフィーリングだよねもうそういうフィーリングそっか、うん、やってみればいいじゃん小田君俺やだよ俺だって俺はそういうのはもうだってどんなにね、うん、ジミー・ペイジがやったってやだよジミー・ペイジが金馬だったら相当やだよ俺、うん、だから憧れないっていうのだからでもさ、うん、あれだよね小田君あの「強烈のライブ」のさ、うん、あのあれ嘘くさかったよねあの映画嘘だよだったね招待状が届いてさ嘘だよ決まってんじゃんなんかさジミーペイジ振り見て目がピカッ赤くなったね赤くなってさ何あれと思って俺すでにリハーサルもなし何そうそういきなりさそれでさマジザスクエアガーデンバカな開いてみりゃさロバート・プラント調子悪いしさ歌うなあれさあの映画さんなんだっけあなたは愛し続けたのもさ、うん曲がブレイクの時パーンってブレイクした時に警備員が打つんだけど口あんぐり開いてアテンとしてるんだよねそうなんだあの顔が好きなんだよいや俺どんだよ俺急にみんなが招集されてさライブが始まるぜみたいな感じで来てさジミーページの目だよ赤くね赤く俺が歯が金銀でピカッと光ってもいいんじゃないのいやいいと思うよだから、うん、あれだからパロディで作るとしたら、うん、金歯しかないよね金がキラッて金歯しかないよねジミーページがねジミーページでも大学にもいたもんやっぱ金歯銀歯しかも前歯とかやっちゃうやつまだそうだよね時代的に昭和もう色濃く、はい、してたからさ俺らもそれゴールドトップとかベストバン出してるぐらいじゃやっぱ古いねそうゴールドっていうことにねそういう言葉にね反応してるようじゃダメだよ、ね、シルバーもつったじゃん俺らだってさ小田君だって最高峰かゴールドディスクとかそういうのがあったんだもんそうそうそうみんなってそれに憧れちゃうじゃん俺らもゴールド作ってシルバー作ったからね次パールだでもねそれじゃあお前金パールプレゼントだろそれ洗剤じゃねえかそれ次パールだよ加藤さん小田さんおこんばんはどうもお二人にお聞きしたいことがあってメールしました、はい、最近コレクターズのファンになった友達がライブに行きたいというので、うん、7月に大阪 2days があるでと勧めていました、うん、友達が試しに1日だけ行くどっちがいいと聞くので、うん、それは2日目の方が盛り上がるしもしかしたらアンコールも多いかもしれないからと2日目をプッシュしましたがふとここで疑問が湧いてきました、うん、同じ値段同じ場所で同じアーティストを見るのになぜか 2days の2日目の方がお得感があるのか2日目のために1日目を8割ぐらいのライブでやられてるとしたらたまったもんじゃありませんクレームだよこれこのクレーム、まあ、見てないもんなって1日目しか行ってない人に失礼じゃないでしょうか、コレクターズに限ったらそんなことないでしょうが2日目が盛り上がる 2days についてどう思われますか僕のネームピンクスやる前から怒られてるこれいやいやでもそういう人が多いでしょ多いねでうちは割とねそのそういうことを意識してですね初日の方が盛り上がるようにというか
そのどうしても気持ち的とかお客さんは2日目の方が盛り上がっちゃうじゃん、うん、2日間来る人とか。そりゃそうだよね、うん、だから、うん、局的には1日目の方が盛り上がるようにしたりとかしてバランスを取ってるよね。そうやってる、うん、やっぱやる側だってだってどうしたって、2日目の方が慣れちゃうわけだからね。そうなんだよね。だから自然にこうプレーもできるし、うん、そうそう。でもコレクターズは結構曲も結構変えるしね、うん、そうだからその気持ち的なところとかそのね、お客さんのことを抜きにして、うん、その曲は初日の方がなんかね新鮮なようなに作ったりとか、うん、いろいろ考えてやってますよ。そりゃそうだよ、だってこういうこと言う人ばっかりなんだもん、うん、そうそうそう。だからそれはね、まあコレクターズに関してはですね、あまりこれは当てはまらないですね。当てはまらないよ、ご安心ください。はい、今後のコレクターズ、はい、いろいろやってます。先ほどお話ありましたが、大阪ツーデーズがあると、はい、4月28、29、震災のシチャリス、はい、これはね、両日盛り上がるとやるということですね。その前に、まあ、横浜、熊谷もありますね。あります、はい。9月14、15はコータローホジャララバンドが新宿レッドゴスリーでツーデーズと。そうだ、ついにファーストアルバム、エレキの若旦那がこのタイミングでリリースされるんではないかと。されるんじゃないかってと決まってなきゃいけないんじゃないのこれ本当に。ただまだ怖くて決定とは言えないの。ただいや本当ね、小田君ね、昨日、うん、映像担当のマリオの家にね、うん、ちょっと行ってきたの様子見に、うんうん、ね、うん、どんなことが進んでんのかって、うんうん、開けた瞬間にまず弟が餃子焼いてたんだよこれもうダメだなと、うんうん、じゃあ見ますかって言って、うん、テーブルの上にマックをセットしたんだけど、うん、もうコートが釣れてんだよね、遠くの方から電源引っ張ってるから俺で呼び込んでる最中に抜けちゃって、うん、で何やってんだよって思いながらじゃあテスコの部屋見てもらいますっつって、うん、プレイバックしたらイントロでいきなり、うん、ふわーってテスコの部屋って出てきたんだよ、文字だけが、うん、で歌始まった瞬間に俺たちは出てこないんだよ、うん、徹子さんが花畑から出てきて振り向いたんだよね、うん、でここまでなんですよってでこれは先が長いなって思いながら、まあ餃子も冷めると悪いからさ、そうだね、弟もお腹減ってそうだからちょっと頼むっつって帰ってきたの。ただまあ基本的にでもね、うん、そのリリースされるの前提でこの9月14日を組んだのでそうだよね、まあ、何度は間に合いたいなっていう確かにですね。このポッドキャストはスタジオ MOG のスクラップマガジンのサイトからダウンロードできます、はい、写真館もこちらでありますね、はい、iTunes から、ね、外れてしまった、過去のアーカイブもここに実はですね、うんうん、ストックされていて、うんうん、聞けるということですね。こんな感じでいいですか。また次週、はい、ドゥザダウンドゥザダウンロード、